はい、ハイゼンスレイの前に前回のキハール2の動画にて以下の通り間違いがございましたので訂正させていただきます。大変失礼いたしました。はい、お世話になっておりますハムロのガンプラ製作です。アドバンスオブゼータティターンズの旗のもとにより HG144/1 ガンダム TR-1 ハイゼンスレイがプレミアムバンダイより届きました。2020年6月発送分で販売価格は3850円となっています。外観はヘイズルとハイゼンスレイ2を足して2で割ったような感じになっていますが、商品ページの説明によるとアドバンスオブゼータティターンズの旗のもとによりガンダム TR-1 ヘイズルを素体とした最終形態 RX-1213C ガンダム TR-1 ハイゼンスレイがシリーズに登場。強化された上半身を中心にシルエットを変える外装形状及びオプションパーツを新規造形で再現。頭部、胸部、肩部、オプション部などTR-1 ハイゼンスレイのスタイリング再現に合わせたパーツを新規造形で追加。フォルム、ディテールを追求。さらに関節パーツの一部をアップデートし、ダイナミックなポージングにも対応。はい、という説明文になっております。ランディングページの方では画像の、ピンク色の部分が新規造形と説明されています。はい、ではもう少し商品ページの説明文を読み進めてみます。頭部、胸部、肩から上腕部にかけて新規造形パーツを採用。バックパックは TR6 ハイゼンスレイ2などのパーツと共通の衣装を持つブーストポット部を TR-1 ハイゼンスレイ用に新規造形で再現。サブアームは TR6 ウンドウォーとの胴体部と同形状のユニットを再現。アーム部は稼働するほか付け外しが可能。大腿部には新たに横ロール関節軸が加わり稼働範囲が TR-1 ヘイズルより拡大。脚部は TR-1 アドバンスドヘイズルと同様の強化パーツをハイゼンスレイのイラストに合わせて形状調整や色分けに対応した分割を行った新規造形パーツ。イラスト再現のために本体形状のみならず印象的な長方針のコンポジットシールドブースターを TR-1 ハイゼンスレイ用に新規造形で再現。はい、という文面になっています。ヘイズルとハイゼンスレイ2が合体したような外観のハイゼンスレイですが、ヘイズルも、ハイゼンスレイ2も、まあどちらも商品化はされていますが、そのまま使い回しをされているというわけではなく、脚部や腕部に一部アドバンスドヘイズルのパーツが流用されているだけで、上半身のハイゼンスレイ2っぽい部分は、まあ素体のヘイズルのバランスに合わせて、新しく造形されているような感じですね。さあでは今回のキットハイゼンスレイについてですが、外観はガンダム TR-1 ヘイズルとガンダム TR-6 ハイゼンスレイ2を足し合わせたようなものとなっていますが、名称はガンダム TR-1 ハイゼンスレイとなっています。まずそもそもとして TR シリーズというのはティターンズが次期主力機の開発を目的として推進した TR 計画によって開発された各種機体でして、 TR 計画はガンダム TR-6 インレの開発を最終目標としています。ただしこの機体をいきなり開発するのは技術的にも困難であったため、まずは TR-1 から TR-5 までの試作機を開発。これを T3 部隊で試験運用し、これらの試作機のデータをもとにガンダム TR-6 ウンドウォートをはじめとする機体や強化ユニットが開発されました。ガンダム TR-6 には先ほど挙がったインレやハイゼンスレイ2、ウンドウォート、そしてキハール2ほか様々な形態が存在している通り、
ガンダム TR6 とは単体の機体を指す呼称ではありません。解説によると、ガンダム TR6 とは素体モビルスーツウンドウォート、もしくはそのコアプリムローズ2を中核とした兵器体系のコードである、感想を前提としており、 TR シリーズの実動データから製造された新規パーツや従来機パーツをオプション化したものを装備する。理論上その感想形態は無限とも形容されるほど膨大な数に派生することが考えられた、はい、となっています。つまりですね、ウンドウォート、もしくはプリムローズ2をコアとして、共通規格の各種オプション、また強化パーツの換装によって多種多様な形態を取ることで、宇宙から地球に至るあらゆる戦局、戦場に対応できる万能モビルスーツを開発しようとした計画が TR 計画であり、機種統合計画ということですね。TR 計画の表向きは最初に述べた通り次期主力機の開発計画でしたが、その実は TR6 というあらゆる局面に対応できる万能型の換装システムでもって、全てのモビルスーツを TR6 という一種類の兵器体系に置き換えてしまおうという壮大な計画があった、わけですね。ちなみにインレオグリプス戦役に投入できていればティターンズの勝利は確実なものとなっていたが、機種統合計画の発動によってコアモビルスーツの開発がガンダム TRS からガンダム TR6 に移行して、 TR 計画の進行が遅れた結果、グリプス戦役への投入はかなわなかったとのことです。はい、という以上のような説明の流れからすると、ガンダム TR1 ハイゼンスレイはガンダム TR6 ハイゼンスレイ2の、まあ、前段階に存在した試験機、実験機だったのかと思ってしまいますが、どうやら違うようで、ハイゼンスレイとハイゼンスレイ2は同時に開発が進められたようです。はい、ではここでガンダム TR1 ハイゼンスレイの解説を読み上げます。ガンダム TR1 ハイゼンスレイは TR6 で得られたノウハウをもとに強化されたガンダム TR1 の最終発展型である。型式番号は RX12134。 TR1 のバリエーションの中で唯一ヘイズルの名を冠さない形態、 TR6 の中核ユニットとして開発された機体であり、ウンドウォートと同様の機能能力が与えられている。そのため TR6 各種強化パーツやユニットなど兵器システム全般との接続運用が可能である。機体はヘイズル・アウスラを素体にハイゼンスレイ2の上半身強化パーツをドッキング、ヘイズル・アウスラのプリムローズとガンダム TR6 のプリムローズ2、両機の中核ユニットは同一規格のため、このような換装が可能であった。同時にヘッドユニットはオプションの専用タイプに換装され、フロントアーマーにはウンドウォートの上半身頭部を除くをサブアームユニット2として装備する。蛍光武装はコンポジットシールドブースターを1機装備。 TR6 とのドッキングによりハイゼンスレイの上半身はジムクエルからほぼ完全に一新され、実質的には別の機体といっても過言ではないことから、新たに RX12134 の型式番号が与えられた。ハイゼンスレイはハイゼンスレイ2と同様にファイバー2やダンディライアン2、インレのコアユニットとして運用する計画も存在した。はい、ということですね。ガンダム TR1 ヘイズルはガンダム TR6 インレの開発を目標とした TR 計画の試作1号機であり、その TR1 の最終形態にあたるものがハイゼンスレイということになります。ガンダム TR6 の技術やハイゼンスレイ2のパーツを逆輸入したような形にはなっていますが、ハイゼンスレイ2と同様に TR 計画の最終到達点である
ガンダムインレのコアユニットにもなり得たということで、ハイゼンスレイの存在はヘイズル単体を強化したかったというよりはインレに到達する過程で発生した多くの機体の、まあ、一つに過ぎないと考えられます。ただですね、ハイゼンスレイについては実際に生産運用されることなくペーパープランのみだったという情報もありますので、付け加えておきます。はい、各種 TR シリーズと簡単に見比べてみようと思います。サイズ感についてはご覧の通りとなっています。外観はヘイズルとハイゼンスレイ2が混ざったような感じで、上半身はハイゼンスレイ2、下半身はアドバンスドヘイズルのような印象です。商品ページの説明文の通り、ショルダーアーマーなどはハイゼンスレイ2とは見た目は似ていますが微妙に形状が異なり、サイズもハイゼンスレイがやや小さいようです。背面はヘイズルのバックパックにブーストポッドがマウントされています。ちなみにブーストポッドもハイゼンスレイ2のものとは形状が異なるようです。頭部についてはトサカとアンテナとフェイス部分がヘイズル、ヘルメットがハイゼンスレイ2といった感じで、ハイゼンスレイは2つの要素が混ざったようなデザインになっています。脚部についてはヘイズルのランナーが使用されています。大腿部から太ももにかけてと、つま先ヒールが新しくなり、つま先ヒールについてはアドバンスドヘイズルのものとも異なるようです。腰部フロントアーマーのサブアームはウンドオートの胴体部と腕部が簡略化されたものが接続されています。アーム部は稼働しますが完全なダミーで、何かを持たせたりすることはできません。ウンドオートの肩関節と互換性があり、腕を差し替えることでビームサーベルを握らせるなどのことができるようになります。ただし説明書の方にはこのような指示はなく、まあ、公式のオプションというわけではありません。コンポジットシールドブースターについても一部が新規ですが、表面は外観にほとんど相違はありません。裏面は蛇腹アームやグリップの稼働がハイゼンスレイではオミットされています。ハイゼンスレイ2ラーとフルドド2を使ってハイゼンスレイのラー形態のようなものを再現はできますが、はっきり言って無理やりでして、商品ページでもまた説明書でもフルドド2を使用してのハイゼンスレイラーの再現については触れていません。はい、こちらがコンポジットシールドブースターです。差し替えによって収納状態の再現が可能となっています。ジョイントを介して左右前腕に接続されます。ヘイズルのマウントパーツを使用しています。こちらがビームライフルです。予備のエネルギーパックが余剰パーツとして付属しますが、ハイゼンスレイでは未使用のようです。こちらがビームサーベルです。先ほども触れましたが、腰部のサブアームは形のみ再現されているだけです。デフォルトではマニピュレーターとしては機能しません。はい、ハンドパーツは武器の持ち手を兼ねた握り手が左右、左の平手、右のトリガーに指をかけるタイプの銃の持ち手、右のビームサーベルのグリップの持ち手がそれぞれ付属します。はい、稼働についてはご覧の通りです。プレ版で発売された TR シリーズの中では限りなく人型に近いフォルムですので、まあ一般的なモビルスーツの稼働に近いものとなっていると思います。腕周りの柔軟性や大腿部の回転軸など、ヘイズル回やアドバンスドヘイズルよりは動かしやすい印象ですが、下半身中心に干渉する要素も多く、他のモビルスーツと比べると
広い可動域とは言い難い印象です。ただ立ち姿などの微妙な姿勢の調整などは可動点も増えたことでヘイズル界やアドバンスドヘイズルよりは行いやすくはなっていると思います。はい、ということで以上 HG144 分の1ガンダム TR1 ハイゼンスレイの組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。